の赤いのはプルトニウム239、あれを吸い込むと2000万分の1グラムでもガンになる。黄色いのはストロンチウム90、あれが体の中に入ると骨髄にたまり白血病になる。紫色のはセシウム137、生殖腺に集まり遺伝子が突然変異を起こす。つまりどんな子供が生まれるか分からない。しかし全く人間はアホだ。放射能は目に見えないから危険だと言って放射性物質の着色技術を開発したってどうにもならない。